中井大介は、三重県伊勢市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。伊勢市立、新治小学校一年時に、内野手として、野球を始め、伊勢市立伊勢津中学校三年時からは、投手を兼任。三重県立宇治山田商業高等学校では一年夏から、遊撃手のレギュラーを獲得し、一年秋からは、左翼手兼投手として活躍。 3年夏には、投手権力士として、甲子園に出場。その年の優勝校の佐賀北に再試合の末に敗れた。投手としては、マックス時速146キロメートルの速球で、エースとして活躍し、打者としても、高校通算28本塁打、三重県大会で打率、667を記録。同校の先輩である、江川千秋二世とも呼ばれた。 2007年の高校生ドラフトで読売ジャイアンツから3巡目で指名され、10月31日、契約金5000万円、年俸540万円で仮契約。背番号は94。野手としてプロ入りすることになったため、新人合同自主トレに向けて外当て用と内当て用のグラブを用意。目標の選手として、二岡智博の名前を挙げた。 2008年、イースタンリーグ開幕戦に7番、三塁手で、先発出場。フレッシュオールスターゲームでは4番、遊撃手として、本塁打、三塁打など三安打で優秀選手賞に選ばれた。イースタン96試合に、出場、12球団トップの105三振ながら、367、打数96安打で、最多安打、打率26。267、 チーム最多の10本類打50打点。2009年、背番号を61に、登録も内野手に変更。1月に、高橋義信の合同自主トレに参加。春季キャンプでは1軍に入る。5月12日に1軍初昇格。同日の対横浜ベイスターズ戦に8番、2塁手で、先発出場し、 プロ入り初出場、球団史上初の平成生まれの一軍出場選手となった。三打数3三進し2軍降格、6月8日に最昇格し、同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に8番、三塁手として出場し、プロ入り初安打9月11日の対広島東洋カープ戦では、松田スタジアムのバックスクリーン右へ、 プロ初本塁打を記録したが、これは、平成生まれの選手としての初本塁打になった。2010年、前年と同じく、高橋義信、亀井義行らの合同自主トレに参加。自身初の開幕1軍入りするが6月25日の、イースタンリーグでの大落点戦で、右足の人体帯を痛め、イースタンリーグ終了後の10月4日に、右足交換節固定手術を受けた。 2011年6月5日に一軍昇格し7番一塁手で先発出場。2度一軍昇格し、ファームでは7月のイースタンリーグ MVP を受賞、90試合に出場。巨人時代2012年イースタンリーグ開幕戦に4番二塁手で先発出場し本塁打。5月8日にシーズン2度目の昇格。 同月11日の対横浜戦で8番一塁手として先発出場。9月7日にシーズン4度目の昇格。同日の対東京ヤクルトスワローズ戦で3年ぶりの安打。2軍では打率でイースタンリーグ3位の323、48打点、116安打で打点王と最多安打。2013年。 6月3日の埼玉西武ライオンズ戦で自身初の一番打者として起用され、勝ち越し的時だ。その後も1試合4安打を記録するなどしたが、同月12日の全体練習に寝坊で1時間遅刻し、河合正弘ヘッドコーチの判断により即に軍降格となった。2週間後に一軍復帰するが、8月4日の阪神戦でダイビングキャッチを試みた際に、 左膝じ帯を損傷、翌日に登録を抹消された。最終的に打率。324.4本塁打。日本シリーズ第5戦では7番、一塁手として、先発出場する。2014年、背番号を61から36に変更。開幕は2軍スタートだったが5月23日に1、軍に昇格し、同月25日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦に1番左翼手で先発出場。翌26日には松井博士から人生初のサヨナラヒットを記録した。2015年4月29日の対中日ドラゴンズ戦で初めて4番打者として先発出場。2016年シーズン終了後の11月5日、背番号を61に再び変更する。 2017年3月31日の開幕戦で1番2塁手として先発出場しプロ10年目で初の開幕戦先発出場となった。以降37試合連続で先発出場をするがケイシー・マギーが2塁手にコンバートされる。9月26日のタイヤクルト戦で岩橋慶侍から球団通算1万号となる本塁だ。 自己最多の90試合に出場し、打席数、安打、本塁打などで、キャリア杯を記録する。2018年、途中に軍落ちもあったが前年に次ぐ70試合に、出場したが、打率。186、1本塁打、6打点とチャンスを生かせなかった。10月26日に、戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約公示された。 2018年11月13日に12球団合同トライアウトを受け、ナルセ・ヨシヒサから2塁打を放つなど3打数1安打に、死球1打点と結果を残し、同月20日に横浜 DNA ベイスターズが獲得を発表。背番号は0、推定年俸は1200万円となった。2019年、 開幕一軍入りを果たし、主に対左投手が先発の際に二塁手として先発出場していた。他にも右の代打として一軍に帯同し続け、4月9日の対阪神タイガース戦では遺跡後初本塁打を打った。最終的に79試合に出場し、打率248、3本塁打、7打点を記録。オフに、 900万円増となる、推定年俸2100万円で契約を公開した。2020年、2年連続での開幕一軍入りを果たし、右の代打の切り札として、主に出場。代打としては、チーム内代打率トップの打率、294、オプス、745と活躍し、シーズン開幕から終了まで一軍に帯同し続けた。オフに、 420万円増となる推定年俸2520万円で契約を公開した。2021年、同年は12試合の出場で14打数1安打と結果が出ず、10月5日に翌年の契約を結ばないことが球団から発表された。同月15日に現役引退を表明し、17日に引退会見が行われた。 20日に行われた古巣巨人戦が引退試合となり7回裏に代打で出場すると畑予習から偶然安打を記録し優秀の美を飾ったダイソーが送られてベンチに戻る際には両軍のファンから大きな拍手が送られた試合後には引退セレモニーが行われたバックスクリーン上には中井の引退を記念する映像が流れ同僚の佐野啓太 宮崎敏郎、伊藤光、高知チの田代富雄、巨人からも、小林誠治、松原誠也、律、岡総一郎、元監督の高橋義信らから、赤別メッセージが送られた。最後は関係者やファンに、大粒の涙をこぼしながら、感謝を伝えた。2022年シーズンから、DNA のゲームアナリストへ転身。 2021年シーズンまでバッテリーの経験者で締められていた役職に内野手の経験者として初めて加わる。打撃では天性のゆっくりしたスイングから打つ強い打球を持ち味とし、守備では内野4ポジションに加え外野手もこなす。2013年に非対抗を参考に打撃フォームを改造したことで一軍で結果を残せるようになった。 イースタンリーグでは2008年は三類種、2009年は三類種及び遊撃種、2010年2011年は三類種、2012年は二類種、守備固めで一類種としてプレーした。2017年1月1日に一般女性と結婚し、2018年4月に第一、死が誕生した。ありがとうございます。